どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は伝説のドローンジョ会見動画編ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、こちらの動画はですね、昨年の5月10日に行われました、いわゆる大津明石らによる、まあ、記者会見の様子なんですけども、これは当時ですね、伝説のドローンジョ会見と言われてですね、まあ、かっこ面白会見ということで、まあ、散々話題になったわけなんですが、 あの、これについての動画のまとめっていうんですかね、文字に、文字の方でまとめさせていただいて、今、 言ってることと当時言っていたことの違いとかについてはまあえー、と別動画でね指摘させていただいたんですが、まあ、今回は動画ですよねやっぱり文字と動画ではちょっとやっぱり印象が変わるっていうところがありましたんであと切り取る場所も違うんでね、まあ、今回はその動画で何を言っていたかということと今の違いについて見ていただこうかなというふうに思っております。はいでで、まあ、早速ですけども まあ最初はね、ちょっとこれ、会見の前ですけれども、ほのぼのシーンからちょっと見ていただきましょう。はいという形でね、まあ、その、この時は、確か、と記者会見場のなんか間違い、会場ミスみたいなやつがあって、場所が変わってバタバタしていたのちだったので、まあちょっとね、まあこういって ほのぼのシーンがまだありましたみたいなねあの場所変えて時間通りって言うけどその通りだとみんな来れないしとかまあいろいろあったみたいなねまあそんな感じでしたというところですかねはい でその後に、これも記者会見のまだ前なんですけどね、この前にあのブルーバッチ運動にね、大津さんが参加しましたみたいな、要はなんか政治活動を我々もやってますみたいな、まあ、ある種アリバイのためにやっていたような活動があったわけなんですけども、まあ、ここでそのブルーバッチとかつけてませんよね、まあ、その後もまあつけなくなるんですけど、<laughs> なんですけど、それの割と直後ぐらいなんでね、つけてないと変なんで、それに気づいたっていうシーンがありまして。 たぶん逃げられたと思いとうな<川>、はい。という感じでね、ね、まあ、あと、ここからは本題に入っていくんで、まあ、ちょっとこういったほのぼのシーンといいますか、どうでもいいシーンはなくなっていくんですけども。えーとこう ここはですねもう会見が始まって結構いろんなことを説明してでその後に立花さんの不正追及みたいな話を大津さんがいわゆる警察と連動してみたいな、まあ、結構割と重要なシーンを話されるとこですねえっと続いて立花氏への刑,、えー、刑事事件への追及ですがもうすでに、えっと、警察と連動しているのですが、えー、正当傘にした不法行為の疑いもあるのではということで、えっと、警察の皆様が関係各所と連携して動き始めていらっしゃいます。 えと私ももうすでに SNS や報道でもされていますが、えー、出頭して協力させていただいている次第です、えーと、今後の捜査に影響が出ますので、えー、と罪状や、えー、とどこの警察組織であるとか、どこの部門が動いているかなどは控えさせていただきますが、えー、と先ほどの政党傘にした不法行為というところで、えー、させていただければと、幸いいです、えー、はい、という感じでね、いわゆる警察と連動してみたいなことですよね。ででそこでままあ、ちちょょっっとと、まあ、名言にはちょっと 近いかどうかわかんないんですけど、まあ、とにかくそこで政党を傘に来た不法行為について、まさに警察側から言われたかのように感じるようなまあ、発言もありましたよね。はいまあ、それについては逆なのかもしれないんですけど、まあ、っていう感じのことをおっしゃってると、さらにこの後にも同じようなこともまたおっしゃいますね。 国民の皆様からいただいた大切な税金の使用用途を明らかにし不正を正していくことがこれからの党運営や選挙の方も立花氏からの圧力を負けず不正行為に対しての証拠集めに動いていっています問題がある程度の執着後転籍を希望してくださる議員の方も国会議員をはじめかなりの数がいらっしゃいます今回の選挙を控えている立候補立候補者新しく死亡する立候補者も連絡をいただいています、えー この方々を全力でサポートしつつ、早くこのこれ以上のこの事態をえっと解決して不正のない健全な党運営ができるために、えっと今後も民事刑事両方からの追及そしてえっと議員党員党員とともにえっと努力していく次第です。国民の皆様、党支持者の皆様、えっとメディアの皆様、今後もよろしくお願い申し上げます。はいという感じでね、まあ冒頭の説明がまあここで終わるって感じなんですけれども、まあ詳しくはね元動画ぜひ見てください。下に貼っておきますって感じで。 であの最近はね、なんか立花がすごい長い、いあの記者会見がめっちゃ、冒頭の説明が長くなってるんですけど、この時はまあそこまでではないという形ですかね、まあまあ、それほどの情報もなかったんでしょうけども、まあ、ポイントとしてはやっぱり、立、え、花、ー、隆がふふ不正をしているんだということをおっしゃってるわけですね。で警察と連 連動して動いてるというか、まあその操作機関も動いてるかのようにしながら、あっていう印象操作を行ってるわけですよね。だからこそあの我々の政党っていうんですかね、大津さん側にまあ、正義があるんだと政党なんだと、で党機も私にあるんだということを主張し、そしてそこに多くの議員さんたちみんな集まれみたいな感じのことをまあ、最終的に言ってるということなんですよね。 で、この記者会見の、まあ、いわゆる事前の打ち合わせみたいな、まあ、LINE のね、いわゆるこうグループ LINE みたいなのが、まあ、横にいたひろしさんによってですね、まあ、結構明らかになってきてるんですけども、まあ、実際は警察動いてないんだけど、まあ、動いてる手みたいな感じでいきましょうみたいなことがです、ねまあ、まあいわゆる流出していて、まあ、それが本物だとすると何なんだこの会見はということになりますね。はい、ちなみに、 これが昨年の5月10日ですからね、まあ、現在はですねそこから1年後、1年2ヶ月ほどたって、 てるわけなんですけども、えー、警察動いたんですかと、あるいは民事において立花さんの不正が明らかになった問題ってあるんですかって話ですよね。だから無茶苦茶でしょっていう。<laughs> だからまあ、これは当然ね責任取らないけいけないんですけども、本人はまあ代表という地位にしがみついて破産にまで追い込まれたにもかかわらず、まあ、代表の地位にしがみつきながら現状はここでもねあの大,大切な税金の使い道とおっしゃってましたけど、1.2億じゃあねどこに使ったかっていうことをです、ね。 ですね。まあ、もっとわかりやすく明確に、まあ、正当性を示しながらぜひ。 ね、あの記者会見でも開いて説明してほしいなというふうに思う感じで、まあ、現状のこの再建者集会の中身をですねここに持ってってですね見,見せたらどこと言わずにねそしたらこの時の大津矢さんだったらこれはひどいですねって言うんじゃないんですか <laughs> <あ>の <laughs> でこの時点では立花さんのは、まあ、後に出てきますけども不正が何なのか分かりませんって、まあ、黒川さん言っちゃうわけですよね分かんないけど怪しいからっていうだけでここまでの記者会見を開いてしまったという感じなんですよねこれ については相当罪深いいんじゃないかなかっていうふうに思うんですけれども、現状に至るまでずーっと放置だったという感じですね。はい。で、まあ、ここから質疑応答に入っていくわけなんですが、こちらはですね、印鑑ですね、印鑑書いたんですかみたいな質問ですね。ねこれ結構重要であのもともとなんかまあ乗っ取りし てから割とすぐにまあまあどなたとは言いませんけども、こういうのに慣れてる乗っ取りに慣れてる人に <laughs>、まあまあ印鑑を変えら変えることを勧められたらしくてですね。もうそのどう考えても最初から乗っ取り乗っ取る気満々やんけみたいな話だと思うんですけどね。ま、あそ、それプラスね。講座を書いたりとかしてるから、まあね。あの <laughs> せせまあ、いいやでっていう感じなんですよ。なので、えっ、ー、とそれをまあまあ発言されたシーンですね。 えと党としての印鑑はもう変更済みですので、えー、とそのっ、えー、とに斎藤議員が、えー、と申請書、代表者の変更の申請書を出されましたから、あのー、今、何か使われているものがあるとすれば、それは、えー、と党の印鑑ではないという認識です。はい、で、まあこれ、結構象徴的で、なんか大津さん側は隠れていろんなことをさーっとやそういうことをやってきて、で、立花さん、全部戦略喋っちゃうんで、全部裏を取られてるみたいなね、まあそういう話。 でもあああるととといいううううに思うんでですがが一応まあこういうことがあったとでえー、っとそしてですね続いてはこちらの方においてはですね、まあ、現状政党助成金がねまあ、いわゆるこう凍結状態にあるということでお互い資金がないで橘さんはやっていけるだろうけどもさやっていけないんじゃないかどうするんですかという質問に対しての回答ですね。 えっと、まず、えっと、政党助成金がいじれない段階で、えっと、あちら側が党を運営できるとは私は考えていません、今までもそうであったし、えっと、今の状況でもお金を借りられていませんから、15億円借りて500人両立する都知事選に出すとかおっしゃってるのも、すごく夢物語かなと思っていますので、どちらにしても政党助成金が動かない限りは、どちらも運営が難しいのではないかなと私は考えています。 はい、というわけで、まあ、立花さん、無理だって言ってるわけですね。都知事選も無理だって言ってたけど、まあ、この時の作戦は確かに100人だから、それじゃなかったですけども、結果として、まあ、30名弱を出したわけですよね。まあ、この時言っていたことも、まあ、1年経ってね、外れたということが明らかになったと。で、あと、これの、まあ、話の続きで、まあ、今後、選挙とか出すんですかみたいな話ですよね。まあ、それに対して回答された感じで。 あの選挙の誰かをあの大津さん側が公認で出す時も、はい、まずえっと地方選統一地方選までかなりあの長いですし衆院選までもまだあ、えっと2年とか1年とかありますのでその間一人一人を確実にえっとプロデュースして選挙に受からせていくということはできると思っていますそのくらいの資金であればえっと確保できると思っていますそれがえっと寄付であったりとかクラファンであったりとかいろんな方法でそのくらいはできると思っていますただえっとこちら側はえっと立花さんがこれからも運営できるかっていうかその立花さんの信用のもとにお金が集まると思ってらっしゃる。 方が結構多いと思うんですけど、以前お金が集まった時もえっ、ー、も、その5%の利子、えー、をつけるからということと、国政政党であるという信用のもとにお金が集まっておりますので、今は確実に全く信用がない状態ですから、それでお金が集まるとあのおっしゃってることもちょっと意味がわからないですし、こういう、えー、と国政政党としての不正疑惑とあの訴えられて,て、警、え、察、ー、とともに動いているという段階で、えーと、執行猶予も4年の中で、えー、とお金がたくさん集まるというふうなのは、少し、えー、と甘い見方かなというふうに考えていますので、そちらであれば運営できると考えるのはちょっと違うのかなと思います。はい はい、という感じでね、まあ、ちょっとねむちゃくちゃ言ってるわけなんですけどもまず選挙に出すって言ってましたよねどっか出たのみたいな話で「クラファンとかやる」って言ってたけどやりましたかという感じですよね、まあ、現状においてはなんか出ないまま結局でも政党入ってきた政党助成金一定2億を選挙のために使うんだとか当面に使うんだみたいなことをまあ言って。 出るわけでね。まあむちゃくちゃですよね。で、まあその一方で立花さんはお金で生徒助成金使えない状態で、今めちゃくちゃ運営してますよね。まあ、この時はあいつにできるわけねえとで、なんかもう不正があって警察も動いてるのに。だから信用がないから無理でしょ。っていうことをここで言っていてですね。めちゃくちゃ公式の方における。 まあこんなこと言っていいのかなっていう感じなんですけどね。はいまあ、というところですかね。まあ、いずれにしてもですね。まあむちゃくちゃ言ってるなっていう感じなんですけどね。はいまあ、という感じでね政党助成金が使えなくても、えー、選挙を戦ってきて戦っておられる立花さん。そして1.6億もの政党助成金が入ってきたのに選挙に全く選挙を全くやってない大津さんというところで。 もう本当にこの人、この,時のねまあ記者会見に今の様子を教えてあげたいですよね。はい。はい。で、続いてこちらはですね、まあ、先ほどにちょっと近いんですけれども、資金ないでしょ、あなたみたいな感じですよね。で、その上で第三者委員会作るって言ってるけど、その資金あるんですかというような質問ですね。それに対してはほぼ答えないんですけれども、えー、とメンバー決まってるよ、等々の回答しちゃうんですよね。これは本当にねちょっと <laughs> いまだにどうしたかって言ってないですからね、まあ、そ,れちょそれを踏まえて上でちょっと聞いてみてみくださいそのあたりには確実なことは言えないんですけれども、もうメンバーの選定はもう決まっておりますので、まあ、そちらに関しては、元検事の弁護士の方を座長としたチームを編成しておりますし、会計の調査については、元国税庁の査察部の役職者であった先生をお願いしておりますので、その方々がと他のメンバーを選任していただくという形で、これから進めてまいりますが、まああの、捜査機関と連動して動くという 事案であるということもありまして、今は具体的なメンバーの名前を差し控えさせていただいておるんですけれども、まあ、金額については、えーと、そのメンバーが確定し次第えっ、ー、と分かることですので、今、ちょっと述べることができないということとですはいというわけでね、えー、この時におっしゃっていた強力なメンバー、どこ行っちゃったのみたいな。<laughs> <laughs> 感じですけどもまあひどいねしかしねはいという感じでまあ面まあその選ぶためのメンバーは決まってますよって言ってたんですよねその人たち本当にどこ行ったのかっていうのかそもそもいたんですかねっていう疑わしいですけどねでまあそれがメンバーが決まり次第みたいなことをまあおっしゃっていてですねまあ今はむしろそういうのは成立せずまあ、逆に破産に追い込まれ破産 関人によってて調査されてると、まあ、まさに強力な第三者委員会のようなものが立ち上がり、まあ、まあ両,両方ね、まあ、両方を含めて両者含めて今調査されてるという段階において、まあ、い今のとこ7000万兆返せと金返せと言われている状況ですね。はい、で、えっと、さらにちょっとまた資金含みの話ですけど2億円の和解の話がありましたよねそれれをちちょっとこちらの方でで聞かてていてですね。 まずその2億円でこの大事なこの社会正義みたいなものを売り渡すつもりはありませんし、そうすることによって私はより行きづらくなると思いますので、そんなことはするつもりはありません。なので、これはあの、確実に貫いてやっていこうと思いますし、もうあの、警察とも連携してやっていくということなので、そこにあの、何も疑うところが自分の中で全くありませんので、このまま貫いていきます。はい。 はい、というわけでこの時点においては2億円の和解なんかとんでもない考えてませんと言っていて、まあ、そんなことをやったらね行きづらくなっちゃうからやりませんって言ってたんですけどどっちかっていうとこの時の2億の和解よりも現在使っている1.2億の方がやばいでしょとか、まあ、その後のねずっとまあまあ代表の座に続けるみたいな活動の方がよっぽどやばいんですけどもこの時点においては、まあ、このような説明をされていたっていう感じですね。はい。 はい、で、続いての質問がですね、えっと、一応、国政政党って言ってるんでね、えーまあ、この頃は衆議院選あるんじゃないかって、もういまだに行われてない衆議院選挙あるあるって言われてた時期ですね、まあ、それについて、まあ、出るのかみたいなことについて聞かれるシーンですね。 もちろん就任選挙に出ることは考えていますそのあたりは、えっとま、党の内部でも、いろんな、えっと、経験者の方や、えっと、これから、えっと、その国会議員の方や、現職の議員の方も、えっと、この裁判の結果を見て、えっと、あの入ってくることを、えっと、検討なさっている方もいらっしゃるので、いろんな方とご相談しながら、えっと、決めていこうと思っていま浜川さん、小川さんとかは、衆議院選挙もしあれば出るという意思はございますか、まあはい、あの私はそのつももりです私そのつもりです。 はい、という感じでねちょっと今見ると茶番ですけどねただまあこの後にまあ本当にまあ周囲戦が行われていてねみんな出てたらまあどえらいことになってどえらいっていうのかななんじゃこりゃみたいなことにおそらくなったんじゃないかなとまいうふうに思いますがはいという感じではいでここではですねさらにえっとまあ戦いのね着地点のイメージについて聞かれていくって感じで。 着地点で言うならば、やっぱりお金の流れをきれいにするというところは、まあ、確実に外せないところではありますので、あのその上で、えーと、これから何ができるのかということは、まああの、今、働かれている方とも、えーとまあ、協力できることがあれば、えー、と中の方とも、えー、と一緒にやっていけたらなという思いではありますので、そのあたりは、うっ、まあえー、と絶対外せない部分はございますけれども、今のところは、えーとまあ、お金で解決みたいなことは全く考えてもいませんし、こちらも。はい はい、まあ、お金をきれいにね、えー、流れをきれいにというふうにおっしゃっていて帳簿も手に入れてで、結果自分たちがお金を使ってたっていう結論ですからねまあ、これはね本当に。 まあね、全然違っちゃいましたね、まあ、せめてまあ生徒助成金とかをほぼ使わずにですねこんだけ綺麗にしたんですよっていうのを公開すればよかったわけなんですけどね、まあ、この時の勢いからするとこれをそれを早々にやってなきゃいけないし、まあ、帳簿を手に入れた時点でやってなきゃいけないし手に入れなくても見においでって言ってたわけですから行くなりあるいは今あのいろんなね、まあ、従業員等の話をされてましたけどもそちらもまあ話に行くとか含めてできたというふうに思うんですけども話したのは情報を持ってるからあなんか話せんか しませんかっって言った人だけですよね、まあ、それ以外にもひょっとしたら裏でいるかもしれないけれども、まあ、という感じでまあまあやっぱりこの時はまだね今の状況と、まあ、認識がね全然違ったのかなっていう感じですよね。 はい、というわけで続いてはですね、えっと、黒川さんに対して山中さんとどういう知り合いなんですかっていうね、まあ、この時はもう黒幕だとかいろんなこと言われていたりそれから2億のね、まあ、交渉をしたとか、まあ、いろんな話が飛び交っていた時ですねでそれに対して大津さんは私はそんなの認識してないしそんなの裏でやるなんてみたいな感じで激怒みたいな態度だったんですよね。まあ、それについいては、まあ、いろんな意見が、 飛んでますね知ってたとか、まあ、なんて言うんだろうな、まあまちょっといろんな意見が飛んでるんで、真意のとかわかりませんが、まあ、ここのポイントはですね黒川さんがいろいろ説明する横の大津さんの表情に注目という感じですね、はい、あの黒川さんが山中さんと知り合ったきっかけって、です特にそれは個人、まあ民間普通の民間の人なので、あ,はい、あの答えない方がいいことだと思います。はい 特に特に有名人ではないので、のではないです、はいふ、普通の人です、<laughs> <laughs> まあわ私、まあ,あの、はい、そうですね、普通の方ですけ、ね、ど、山永さん、山中さんに関しては、はい、まあなんか別に皆さんが思ってるような怪しい人ではないですね、そい。 えー、もともとあの、まあ、あとは山中さんご自身も、まあ、一応、今、ただの民間人なんで、なんかあんまりコメントしてくれるなというご要望があるもので、このぐらいにしておきます。ということは、今に連絡取り合ってことですか、これ全然取りますよ、それは、別に知り合いです別に取ってることを隠してるつもりもありませんし、にはい、別に黒幕とかでもないですし、でも党を大きく運営していくためには、いろんな人の協力があった方がいいじゃないですか、別に。 あの、かは、ぜひいろんな人にご協力いただいたらいいんじゃないかと思います。はいはい という感じでね。まあちょっと今振り返ると色々思うとかありますけれども、まあその当時の山中さんはね、この、まあ、結構後の方に黒川さんと一緒に YouTube 番組出たり、一緒に事業をやったり、そしてまあ黒川さんが逮捕されてしばらく経つと今ドバイの方に移住しちゃったみたいな感じなんでね。はい。まあ一応怪しい人物ではないと、一般人であると、この時はまあそのようにまあおっしゃっていたという感じなんですけどね。まあいずれにしても私はこの <laughs>、 <laughs> めっちゃにらんどるやんけみたいなのが、まあ、当時ツボだったっていうまあそういう話ですね。はい。はい、で続いての質問なんですけどねいわゆる「大津さん何やりたいか分かりません」みたいな「投資として何したいんですか?」という質問ですね非常にまっとうな質問だと思うんですけど今は受け付けないし何か言ったらブロックされる質問ですね。はい、について、まあ、回答されてるんですが。 もちろん NHK をぶっ壊すというワンイシューで今まで戦ってこられて、それで参院選の方でもすごく議席を獲得することができた2、2%を取ることができたと、そういうことですので、やはり NHK の問題というのは引き継いでいくことができるのであれば引き継ごうと思っています、今の段階で言えば。でも、立花氏が NHK 党の方で全てを引き継ぐと、以前動画でおっしゃっていたので、そこは話し合いが必要かなとは思っております。そのの上ででで何度もおっっしゃっててていいいるように N H K 党に NHK 党今ま議議員員方でご協力いた,だいてた議員で 党員の方,で方はもう使えないから政治家女子に変更するみたいなことをおっしゃられて、今回も黒瀬さんも降ろされたりとか、そういうこともありましたよね、でもやっぱり NHK 党のことをやっぱ引き継いでいくのであれば、NHK 党の党員の方っていうのは、やっぱ大事にしていくべきだと私は考えていますので、そのあたりはしっかりと協力しながらやっていきたいというのと、それでもやっぱりガーシーを以前、あのその選挙に投入しなければいけなかったのは、あのもう選挙にこの NHK のワンイシューだけでは勝てないと、立花さんがおっしゃっていたので、投入されたと聞きました。なののでやははりあのこれは橘さんの功績 えっと集金人がいなくなると、九月からいなくなるということもありますし。あのこの N. H. K. の問題で、えっと支持してくださる方っていうのは、縮小傾向にあるんだなと、私は考えています。なので、今かかっているその N. H. K. 党に対する、えっと無駄なコストがあるのであれば、そし的に使われていると思われるような部分とかがあるのであれば。それは削っていって、もっと N. H. K. 等の問題にしっかりと正しく使っていくべきだと思いますし。まあその上で、えっと、まあこのワンイッシューでは足りなくなった部分っていうのを、この党の会計を正しく。あのクリーンにすることによって、私たちのこの党の D. N. A. っていうのは、これ内部告発者を支援すると。と ガーシンもそうですけれども、その党の不正な会計とかそういう不明瞭な部分とかえっ、ー、といろんな甘下りとかあの既得権益とかそういうものをぶっ壊していくっていうそこにあの正しさがあると思っているので、やっぱそれをえ貫いていくためにえっ、ー、といろんなえっ、ー、と協力して諸林となりそういうことをやっていきたいなと私はあのやっていくべきだなと考えています。そそれでえっ、ー、とまあ政治家女子の方はえまあアクシデント的に生まれたものですし、ただえっ、ー、と本当にもう女性が今のこの少子化問題ですごく大きな問題ですけれども現役世代の女性が本当に訴えていけるっていうそれが本当国政に届く声がっていうことは本当に素晴らしい。 しいことだななと思うんでですね今までになかったことだとだからその精神も受け継いでいきたいと思うのでそこへと協力しながらえっとやっていきたいなというふうに私は考えています。はいというわけでね非常にまあ重要なところなんでちょっと長めに流させていただきましたけどもこの時言ってることまあまあ割と立派なことおっしゃってますよねこれ言ってることなんかやってることありますか <laughs> <あの笑> まあ、既得権益をぶっ壊すということが、まあ、いわゆる DNA だというふうにおっしゃっていて、それはまあまあ確かにあるので、その延長線上でやってますかと、むしろそれと戦っている立花さんを今いじめてるのは誰ですかって感じで、ポスター弱問題とかも、まあ、ある種、既得権益と戦うとう一つの手法ですよね。それを叩いてるのは誰ですかとかっていう感じで、まあ、この時はまだひょっとしたら、やっぱね、純度がありますよね。まだなんか党をなんとか引き継いで頑張って運営していくんだみたいなね。もう今 はただの立花隆に叩きになり下がってしまったの。 というのが、まあ、この発言等の差異を見れば明らかですよね。だと、この時は NHK 問題も引き継ぐと。で、立花さんがやるって言ってるから話し合うって言ってるけど、じゃあそのコールセンターの費用について、なんか考えたことでもあるんですかっていうことじゃないですか。まあ、あるいは、まあ、この時点においては不払いの問題もあまり分かってなかったようですけども、いずれにしても、まあ、この後、いろいろ起きていくことは、ただの立花隆でありま、た、立花隆たたきでありまして、ひどいことになっていくと。だから、この時点は結構いろんなジャーナー 人,の人が入れて厳しい質問も当てられていたんですけど後にいろいろ排除されて、まあ、厳しい質問するっていうんですかね王さんにとって不利益な質問をする人っていうのは排除されていくわけですよねまあっていうところがあるのでえー、とはいであと政治家上司もまあまあなんかちょ,ちょろっと出てきたようなもんだみたいな話をされてましたけど、まあ、その中における女性の擁立っていうものについてはまあまあ大事だって話でそれは一応言っ 今現状言ってることについて入ってるんだけれども誰か若い女性で出た人いますかとかあるいは政治家女子の中に「おっさん言ってることその通りだ」っつって「じゃあおっさんのとこから出ましょう」とかね、まあ、そういう人出たんですかって話で言うと、まあ、ほぼいないどころか、まあ、むしろね公に批判してる人だらけということになってますという感じですね。それからまああと一番重要なこととしてはもう私もすっかり忘れてましたけどここで NHK 党の党員を大事にするって言ったんですよこの人。 大事にししましたあのブロックばっかりしまくってるじゃないですかまあ債権者の党員かつ債権者みたいな人でもブロックしていてですねやっぱりこの時から明らかに変わってますよねだからひどいっていうか何なんでしょうねあの党員を大事にしてるとこ見たことがないんですけどねはい。 まあまあ、むしろ自分で乗っ取って、まあ、その党員の人たちは全部排除して自分で新たに作った政党で自分に賛同してくれる数少ない人を党員と呼びみたいな、まあ、ことをやってるわけで、まあ、これはね、まあ、本当にひどいですねだからこの時はだから正義かのごとく言ってるじゃないですかそうするとやっぱりこれに騙されてその党おり大津さんってなった人が当時いたわけでしょとんでもないですよねこの会見そのものがはい。 はい、といとう感じですね。あとこのあとですねまあ,あのクリーンということをねまあ言いながら横に座ってる黒川さんっていうのは一億返してない人なんですよみたいなそういうくだりがあって大津さんいやいやそういうの私はよくわかんないけど不正があるんだったらそれはうちの党では受け付けませんみたいなまあくだりがあるんですけどねただこの時に、えっと、黒川さんがえー、っとですね差し押さえしてこないんですよって言って。 てるように聞こえるんですよねだからそれって後に大木さんに全部明らかにされていてですねいやいやそのいわゆるねいわゆる残高をなまあほぼなくしてっていわゆるその差し押さえ逃れをしていたっていうのが後に明らかになっていくわけでで私は財産ございませんみたいなことを言ってたっていう話が後に明らかになるわけですよねだからそういう人に生徒の方に入れちゃうと取り立て逃れみたいなことになるからどうなんですかって質問をねこの時は実はしていた方がいたんですけど黒川さんはまあお宅は本が法律が分かってない とか判例嫁とかこれから変なこと言うと訴えるぞみたいな <laughs> いわゆることをまあ横でやってましたっていうのが当時から一応ありましたというところですね。はい、でまあでえっ、ー、とそしてですねそのちょっと最後に長くなってしまったので一つえっ、ー、とまあいわゆる立花さんの資産ですね不透明な資産っていうのは何なんですかみたいなことについて、まあ、聞かれたシーンに対する回答ですね。 伺える範囲ですね。えっとまあ、それが黒川さんの方が詳しい、ね、あのそれで言うとわからないですあのだって、まあ、あそこ1行で何が一番分かりづらいかというと立花隆個人と立花隆一人放送局に対して党がやたらお金を貸けてるんですよで私今それ全部集計してるんですけどちょっとまだ集計が終わってないのであの会社みたいにバランスシートがないんであのおこもう極めてお小遣い帳みたいな感じの数字の羅列しかないので。<laughs> はい。という感じで、分かりませんということですね。<laughs> あの分からないのに、これほどの記者会見を開いてですね。 まあ警察と連動して動いてるとかだから彼には信用がないとか、まあ、いろんなことを言いまくった後で、まで、あ、これが出てきて言いまくってる記者会見でこれを言ってるって感じですからね。でそしてなおかつ今黒川さんがおっしゃっていたいわゆるいろんなところにまあ貸し付けとかではお金が流れていてみたいなことについて、まあ、まさに大津さんをこれ引き継いでずっと同じことを同じ主張を繰り返しているという感じでまさに黒川チルドレンみたいな感じに今なっちゃってるのかなというふうに思いますという感じですね。はい はい。というわけでね、まあ他にもちょっと実はいくつか出そうと思ってたやつもあったんですけども、ちょっとあまりにも長すぎるとどうかなというふうに思ったんで、まあそれについては載せませんが、下にあの元動画貼っとくんでね、まあよかったら興味ある方は見てくださいというところですね。はい。というわけで。 まあここにあるような感じでね、和やかに立花さんと話してどうするかっていうことが、まあ、話し合えればそれでよかっただけの話なんですけどね。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。